はい、はじめまして、フィールドフォースグラブ工房長の篠原と申します。フィールドフォースでグラブ担当をやらせてもらって6年ということで、今回、ベースボールキングさんのとのコラボ動画ということで、まあ、グラブ職人のに教わるお手入れ術ということで、ご依頼をいただきまして、今、こちらにある弊社、オーダーグラブをちょっと使いまして、まあ、こういったところちょっと汚れ等あるので、まあ今こういう、自宅で、自粛中の中、グローブの手入れ、する時間、グローブとの向き合う時間っていうのがあると思いますので、そういうところで、少しでもお役に立てればと思いますので、ちょっと今回紹介していきたいと思います。で、今回使用するものとしては、弊社が使っているこちらの、メンテナンスキットというものがありまして、こちらが、クリーナー、まあ、汚れ落としですね。で、捕獲用のオイルと、それをつける用の、スポンジと、汚れ落とす用のブラシと、最後油塗った後に磨く用のムートンというものがありまして、まあ、こちらで、一つ、クリーニング手入れが全部できるようなセットになってますので、こういったものをお使いしながら、また以上の、グラブのブラシセットですね、こちらが豚毛は、結構質が硬いので、手入れする前にまず砂とか落としたりする時の汚れ落としで使って、こちらの、馬毛なんですが、油を塗った後に余分な油を、少し、拭き取るように、で磨くとツヤが出やすくなるので、こういったちょっと柔らかい毛なので、馬毛で最後仕上げをしたりするので、まあ、こういったところちょっと使っていって、やっていきます。まず汚れ落としに使う、豚毛ですね、まあ、こういった豚の毛、これ汚れを落とすのがなぜ必要かっていうと、油を塗る前にしっかりと砂を落としてあげないと、まあ、お手入れする意味としては、まず砂を落としてあげる。砂を落とさない状態で油を塗ってしまうと、まあ、ちょうどこの黒くなってるところですね、これが今砂と油が固まって泥のような状態になっているもの、こういったのを砂の上から塗ってしまうと、どうしてもこういったように汚れてしまいまして、まあ、この汚れが何がいけないかというと、皮自体も、実は呼吸をしている状態で、人間でいうとこの毛穴を塞いじゃってる状態、まあ、毛穴を塞いでる状態だと逆に乾燥しやすくなったりとか、まあ、女性とかでお肌のスキンケアとかするのと一緒で、皮もそういったスキンケアのようなものをしなければ逆に切れやすくなってしまったり、お手入れでも劣化を始めてしまう、早めてしまうってことがあるので、そういったところ、砂とかは必ず落とさないといけないという理由はそちらになります。というわけで、まずざっと豚毛を使って全体的な汚れを落としていきます。まあ、本来ちょっともうちょっと砂がついているものがあれば分かりやすいんですけども、まあ、砂がついているという過程でまず、磨いてあげる。で、この時に多分普通の方は大体このままやっちゃうんですが、よりよく手入れをする場合、この紐結んであるものは全て一回ほどいた方がいいです。ほどく理由としては、こういった間にも特に砂とかが入っていくので、そういったところ、隅々までやるとするんであれば、一度これの結びをほどいた方がいいです。では外しましたので、こちらもこういった形で豚毛で、まずまあ砂を表面の落としてあげた後に、こちらのレザーオイルですね、まあ、クリーニング剤の方を使っていきます。特にこの汚れが多いところ、ちょっと今この辺だけやります。これをちょっと軽く汚れの表面にちょっとつけてあげる。ちょっと濡らした状態にして、この時にブラシを使って磨いてあげる。で、こういうブラシがなければ、まあ、使い古しのこういった、歯ブラシとかでも
代用できますので、でこれ私がいつもやってるんですが、これだけじゃなくてやっぱ細かいとこがあるので、自分自身はこういった、これ硬い毛なので、硬い毛と柔らかい毛でちょっと使い分けながら、手入れしていきます。特にこういった細かいところやるときには、これだとどうしてもブラシの面積が広すぎるので十分に細かく磨けないので、こういった細いのを使ったりします。で磨き終えたら、使い古しの雑巾なので軽く表面を拭いてあげる。こちらですね、これが今元々あった砂と油が混じった汚れで、これがクリーナーで拭き取った状態なので、これ今表面で砂がもう残ってない状態になってます。まあ、こういった状態にしてから、しっかりと全面的にクリーニングしてあげた後に油を塗っていかなければ、皮自体にも油が入っていかないので、あまり捕獲しているという効力が薄れてしまうので、こういったように細かくやるっていうのも一つ重要になってきますので、最初のブラッシングっていうのはこういったところで重要になってきます。範囲が広いときはスポンジに取らなくても、ちょっと直接的に垂らしてあげて、これを少し手で伸ばしてあげる。じゃあこれちょっと手で伸ばすだけでも少し表面の汚れが取れるので、ちょっとこれだけで一回拭いてみますね。もう油が少し浮き出てる状態なので、この染み込んでるのは、クリーナーが染み込んでるので、にじみというのは乾けば、なくなっていくんですが、まあ、ちょっと近づいてみてもらえれば分かるんですけど、ついていた砂が、全部落ちている状態なので、まあ、こういった形でもし泥と油が混じってしまっている場合があれば、こういった形でクリーナーとブラシを使ってもらって、汚れを落としてください。でこちら、クリーニングした後大体10分ぐらい、乾かせば、油が入るようなぐらいの乾燥になりますので、クリーニングの後は必ず、10分ぐらい空けて、それから油を塗るようにしてください。ある程度補給面側が全部終わったら、次しっかりと上の方で、こういった形で補給面の方は以上終了となりまして、この補給面が終わった後に次背面の方やっていって、こっちの方は十分な乾燥時間として入れていきますので、背面の方やっていきます。背面の方なんですが、特に、注視する場面としては、こういったところの溝ですね。こういう溝のところが結構、汚れ落ちづらかったりするので、そういう時に私がやってるのはこういった使い古しの歯ブラシの細かいので、どうしてもこっちの広い方とかでやってしまうと、細かいところをやろうとしても毛がバサバサになってきてしまったりとかして、なかなか隅々までいかないので、こういった固めのものでしっかりと溝を細かいところまでやっていきます。またこういう間のところとかも、これちょっと柔らかい方で、傷つけないようになるべくこういうのでやっていきます。で順番的には2本分ぐらい、クリーナーをつけてあげてやっていくのがいいと思います。まあ、クリーナーも乾いてくるので、ある程度ちょっと湿ってる状態でやってあげた方が落とし汚れも落ちやすいので、まあ、2本分ぐらいがちょうどいいかなと思います。表面を大きいブラシでやった後、細かな水を
レースのこういう間とかをちょっと小さいブラシで取ってあげる。こういうところに結構汚れが溜まりやすいので、こういったところもしっかりとブラッシングしてあげて、終わったら一応から拭きをして、そうすると汚れも落ちます。ここで私がもう一個いつもやってることなんですけど、どうしてもやっぱりこういうはみ出しの部分ですね、はみ出しの部分っていうのは砂とか、オイルを塗った後にオイルが固まりやすいので、こういった時にやっぱりここの隙間を少しずつ取ってあげないと、重さっていうのが重くなってきたりとかして、そこが、汚れがちゃんと落ちてないとグローブの重さに左右されてしまうので、こういったところも細かいですが、しっかりとやらないといけないので、そういう時に使うのが、爪楊枝、爪楊枝じゃなくてもなんか先っぽが細いものでグローブの皮自体を傷つけにくいものを代用していただければいいので、僕は爪楊枝が一番いいかなと思うので。ただ爪楊枝も最初鋭利なので、ちょっと使う前に机にちょっとトントンとしてあげて、少し先を、詰まらせてあげる。これでこれと、こういうところに、見づらいですけど、これ、はみ出しの間に入ってる油です、こういったのが砂と固まっていって、どん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 重さの原因にもなってしまうので、こういったものをきれいに取り除くように、していくのも一つクリーニングの重要なところになります。このちょっと白くなっているもの、これに関しては、カビとかではなくて、皮自体に入っている油が、冷えて凝固して白くなっているものなので、これに関しては多分指でこすったりすればちょっと薄くなったりと、で繊維の中に入っているものに関しては汚れ落としで一緒に、ブラッシングしたりとかクリーニングすれば消えていくので、こういったものはあんまり、気にしなくて大丈夫です。今こちらで背面の方もクリーニングが終わりました。でこの後に忘れがちなんですが、手の中もしっかりとやってあげないと、手の中がひび割れたりすることが、見たことある方もいると思うんですけども、手の中、ひび割れる理由としては、汗がしっかりと乾ききれないのと、汗の中に入ある、塩分、が皮を凝固させてひび割れの原因となりますので、特に手の汗がすごい多い方とかでしたら、使った後など手袋、軍手ですね、軍手などの入れてあげて、指先を奥まで入れてあげて、残ってる水分だったりとかを吸ってもらった状態で、こういったブラシとかで中までクリーナーしてあげて、その後しっかりとから拭きをしてあげることで、少し、表面に油分が、つくことによって若干の撥水効力があるのと、でやっぱり手の中っていうのはどうしても使う頻度が多いので、手と接地するところが多いので、しっかりと、手入れをしてあげないと、やはりひび割れの原因とかにもなってしまうので、そこに関して、なるべく少しでも、ひび割れを軽減するために手の中っていうのもしっかりとクリーニングしてあげることが重要になってくるので、こちらもちょっと手の中もやっていきます。多分もう多少の汚れで少し、
手の汚れ、あの汚れが落ちて黒くなってくるので、これは塗ってないやつですけど、これ塗った後、しっかり中もやっぱり、汗だったりとかで、こういった汚れ、砂汚れとかも入ってきてしまうので、しっかりここもやってあげることで、まあ、劣化防止にもなりますし、重さの軽減、重くなることも防げるので、しっかり中もやるようにしてください。袋の中も当然円形になっているので、しっかり、手の当たる部分とその横としっかり磨くようにしてあげてください。とこれぐらい汚れが取れますので、もっと砂で汚れたりするとこっちがもうちょっと泥だらけになると思いますので、まあ、こういったところをしっかり中も磨かないといけない理由です。ではクリーニング終わりましたので、約10分から15分ほど乾燥させたので、これから油の方を塗っていきます。で、油は先ほどお見せした、固形の油を使っていくんですが、ここで、私は基本的に全部手で塗ります。まあ、手で塗る利点としては、まあ、油を取りすぎないのと、手の温かさで油が溶けていくので、伸ばしやすい、なので少ない量で結構伸びやすくなるので、で、塗る順番も呼吸面からやっていく。で、うっすらうっすら塗っていくので、まあ、ちょこっとずつこう付け足しながら、ね、まず呼吸面をまんべんなくうっすらと塗った後、ボール取る上で一番擦れるのが親指のこの付け根なので、ここもちょっと気持ち多めに塗ってあげて、で、その残ってるもので親指を塗っていく。手でやる利点としては、こういう隙間も手で塗れるので、特にレースとかもしっかりと塗ることができるので、まあ手がおすすめですね。また手っていうのは多く取ることも少なくできるので、そういうところで手は塗れることが僕はおすすめをしています。ちょこっとずつこうレースもしっかりと隠してあげる。特にこのレースの裏側とか、忘れがちになってしまうので、裏側もしっかりと塗っていきます。で、次上目の方、特にこの下とかボール当たってるとこはなるべくちょっと多めに塗ってあげて、次背面の方塗っていきます。で、ちょっとまあどれぐらい取るかなっていう、どれぐらい取るかちょっと分かるか分かんないですけど、まあ、本当にこんな程度、これをうっすらと伸ばしていって、指2本分ぐらいしっかりと持っていきます。特に指をこう出すところ、こういったところも少し気持ち多めに塗ってあげる。で、またここの部分も結構グローブ開閉したりとかするときに手の甲が当たってきて、中のムーとボアですね、ボアから汗が染み込んだりするので、この辺もひび割れの原因となるので、しっかりとこの辺もちょっと乾燥しづらいように多少多く塗った。このようにやっていけば、あの少量でも、全体的に伸ばすことができるので、まあ、そういった面でも手が結構おすすめかなと思います。特に布とかですと多く取れすぎたりとか、布の毛がついてしまったりとか、あと布に染み込みすぎちゃって、取った量よりも、少なく皮についたりするので、まあ、油を塗るときは基本手の方がいいかなと私は思います。こう塗った後に、
そこから多少の仕上げになるんですけども、こっちの馬毛ですね、馬毛は少し柔らかいので、こういったもので表面についてる残ちょっと余分な油を毛に吸い取らせて、ちょっと微妙にツヤをかける、しっかりと油をこう磨き上げることで、多少のツヤが出るので、まあ、油の種類によっても違いますけども、であったり皮の質感だったりでも違いますが、まあ、こういった馬毛を使うとツヤがちょっと出やすくなるので、ブラッシングを終えたので、最後、ブラッシングした後に、よりこうちょっとツヤを出させるというか、残ってる、まあ、入ってる油を少しもうちょっとまんべんなく伸ばすという意味でも、こちらのムートンで磨いていきます。はい、こんな形で、ちょっとまあ、画面で分かるか分からないですけど、ちょっとまあツヤが出て光るような状態まで仕上げることができるので、この状態でまで持っていった後は、まあ、袋とかに入れず、まあ、風通しのいいところで、日陰で風通しのいいところに置いといていただいて、まあ、こういう形で自然な状態で置いといていただければ型崩れしないので、まあ、今の、お家にいる時間としては、保管、袋の中に入れっぱなしではなくて、できる限り、袋の中から出してあげて、外の、空気を吸わせてあげることで、皮自身も呼吸をしていますので、まあ、しっかりと空気を吸った状態で湿気を自分で吐いてくれて、中からまた空に油が出てきたりするので、そういった形を取ってあげることで、乾燥っていうのを防げますので、こういったちょっと家にいる時間が長い時はしっかりと外に出してあげて、今のように、メンテナンスをしてあげることが重要になってきます。で、ここまでやった後に、ほどいた紐ですね、を全部結んでいきますので、結構こういったところを結ぶのが、難しいということもあると思いますので、ちょっとした結び方なんですが、まず、バッテンを作って、バッテンを作った私、こちらから私の方から見て上にあるものを下に入れたり、でこの際にどちらこう紐同士がこう引っかかるようにしてあげる。そうすると真ん中中心にあるのが表で、縦にあるのが裏画面が出てくるので、どちらかを引っ張ってあげると必ずどっちかにこういった形で斜めの結び目ができますので、これ引っ張っても横のままですが、下を引っ張ると斜めができますので、斜めができた反対側を斜めにしてあげる。で、その斜めになってない方をこの間に入れてあげて、あとはしっかりと引っ張ってあげると綺麗に結び目ができるのと、押してもほどきづらいような固く結ぶことができるので、こちらの結び方に関しては紐がこう2本つながっている、まあ、またこう指掛けもそうなんですけども、つながっている時に全部結び有効に使えますので、こういったところも一つ覚えておくと、いいと思います。後ろ結んでいきます。しっかりと引っ掛けた後にしっかりと引っ張ってあげて、結びを作ってどちらかを引っ張ってあげて、斜めができた反対側を入れてあげる。この斜めができていないと、まあ、この横の状態で結ぶと、
結びが縦になってしまう。この違い分かりますか？横と、綺麗に横になっているのと縦になっている、するとこの違いとしてはもう押しただけですぐほどけてしまうということは、使っていくたびに少しでも動けばほどけてしまうので本当に微妙なとこですが、ここをしっかりと結んであげた後にどちらかを必ず引っ張ってあげて斜めをこう作ってあげた後に間に入れることで結びが横になって押してもほどけづらくなるので、この土台作りがしっかりとできていれば結びも簡単にほどけなくなります。結び終わって全て完成となります。以上が、私がやっているという、グラブのメンテナンス方法になります。まあ、細かくやることによってやっぱり、グローブのことをやっぱり一つの、手を守るものでもありますし、自分自身の、相棒ともなるものなので、こういった形で細かくやってあげることでまあ、少しでもグローブが応えてくれるって時がやはり、プレーの中でもあると思いますので、まあ、こういった自粛期間、家にいることが多いと思いますけども、しっかりと、グローブと向き合う時間には、最適な期間だと思いますので、こういった時今一度グローブと向き合ってしっかりとお手入れをして、次、こうちゃんと行動がで活動ができる時に、その相棒と一緒に、相棒のグローブと一緒にしっかりとグラウンドでプレーできるような時間を、待ち遠しくしながら、グローブの手入れをしていただければと思いますので、この動画が少しでも参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。今回メンテナンスで使用したグラウンドの紹介をちょっとさせていただきます。使用したグラウンドに関してですが、弊社で取り扱っているオーダーグラウンド、こちら一般用の大人の方になりますが、弊社では、オーダーグラブを作っておりまして、公式軟式ともに、オーダーを受けております。こちら軟式の革になるんですが、軟式の革だけで約13色ほどと公式で約7色という形で、数多くのカラーラインナップも取り揃えていますし、このグローブ自体の元となる形自体も約20から30ほど、取り揃えておりますので、自分に合った、グローブっていうのを紹介できると思いますので、ぜひ興味がある方は、ご連絡のほどお願いいたします。また、ただの本体の革だけじゃなくて各種オプションも取り揃えておりまして、まあ、こういった型押しの革ですね、通常の革ではなくこういった柄のものを、型押した革など、こちらオプション対応になりますけども、一パーツ、オプション扱いになりますが、こういった形のいろんな革も取り揃えておりますし、レースグローブの紐ですね、紐自体も、18色ほどありますので、まあ、そういったところでオリジナリティっていうのが、すごい、出せるかなと思いますので、この自粛期間、いろいろグローブ考える時間とかもあると思いますので、その中の一つの選択肢として弊社フィールドフォースの、グローブも、ぜひ、ご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Look back. I can't react to it.